もうそのまままっすぐ行ったら白なんじゃん。白へ行けばいいのか。このあ、違うか。なんか祭壇におるとか言ってたな。あ、ほんと？確か。あ、でもあそこっぽいですね。うん。全然走ってくれへんけど。え？走るって押し込みやがった。走られないんだね。走れなくなってるね。ちょっともう衝撃の事実よ。いいさんちゃんも。うわっ！ああ！いるの？ちょっとさよなら。でも走ってくれないよ。全然走ってくれないのよ。あ、やっと走ってくれた。うわ、生まれる生まれる。うわー、ゾーンが生まれる。キカラは進まないと。キカラゾーンが生まれちゃう。いや、もうなんか明らかにもダメージを負ってんのよ、イーさんが。うわー、かわいいエヴァ。おい、なんかやっとんぞ。私の愛しい娘。さあ、出ておいで。やば。エヴァ、お前なのかい。ああ、どれほど会いたかったか。なんだ。私の力が奪われていく。ロース。ミランダ！興味深い。やはり普通の人間ではないか。さっさとローズを返せ！早く！小賢しい。今度こそ息の根を止めて。今だ！ローズを！すごい上手い具合に頭を打ち抜いてくれるやん。離せ！生涯を費やしてきたのだ。なのにそれを奪おうというのか。ここは誰にも渡さ。我が大願がなされる時が来たわ。ローズはこの私のもの。バランスかな。オッケー。すいません、ちょっとムービー中はあれだったんですけど、コメントします。はい。瞬間、てか、いいさ、夢がいてるの。そうなんやね。もうぜひアーカイブ見直してほしい。いや、本当に本当に。衝撃事実だったから。ちょっと今から説明はしません。あえてしてないけど。もうファイナルの最終決戦なので。もうぜひ見てほしいとしか言いようがないな。うん。こてつさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。お前呼ばわりよ、本当に。誰を、こいつ、お前はこいつ呼ばわり、誰を、こいつって言ったっけ。こいつって言ってた誰誰だからお前は安心して死ぬ。人間とお前って気持ちはお前に続いてくれる。やっぱクリス編は難かったよ。どうしてわからないんだ。ローズはお前の娘なんかじゃない。俺の子だ。この中を漂うのだ。そう、永遠にな。何なんかあれどう思ってやっちゃった。やめて。ああ、いろいろ。メテオじゃん。やめて、メテオ。やめて、メテオ。燃えた。メテオじゃん、マジで。すごい。すごいじゃん。魔法使いじゃん、やっぱり。何これ真っ暗なんだろう、見えない。あとは全て私に託すと。危ない。どこどこどこ。そうはいくか。私は我が娘を必ずや取り戻す。でもさ、前回の時にさ、ゾンさんって実はゾンビなんちゃうみたいな会話もしてたじゃないですか。なんしてたね。だから当たってたの。死ね死ね。ちょっとどこにおるか見えん状態で狙う。お前の気持ちは分かるぞ。これは吸い付いてくれないの。あ、めっちゃむずい。あ、ほんとだ、ほんとだ。決断がいいんかな、あのターンはな。そうかもね。うん。ここで終わんない。あ、いいじゃん、こいつがいしてた。真に一つになると。我が愛する娘は再び蘇る。私は100で待ちます。100で。今日この日のためフレアや、フレア、フレア。私の娘のため。さよならマグナム。え、じゃあショットガンってどれでした？あれショットガンがこれか。え、ライフルじゃない、ショットガンなんや。ライフルみたいな見た目やな。ノー。ね。
ローズは俺の娘だ。ふざけるな。その夢を叶えてみせる。必ずな。本当にもう夢やな。もう意外とあるよね。うん。なぜしな。貴様をきっと取る。結構序盤マグナムしたな。聞いてそう聞いてそう。イデア、イデア、そう、イデアにそっくりだよ、そっくり、ママ先生そっくり、うん、いや、倒しましたぜ、倒れた、やった。意外とクリス・ヘンより考えたの、クリス・ヘンの方が見てて難しかったの。最後の絶叫やったよな。ほんまやな。最後の絶叫はそこやった。ほんまに。ローズ、しげえなままやな。大丈夫だローズ、もう大丈夫。つらい。つらい。ちょっとやっぱりイケメン風じゃない？うん。ちょっと顔してくれへんけど。イーサン。イーサン、おいイーサン、おいイーサン起きろ。まずい。クリス。イーサン、やったな。奴は終わった。それが俺も同じらしい。イーサン、逃げるんだ。足を止めるな。奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んである。これを見ろ。今起爆すれば俺たちも終わりだ。しっかりしろ。ミアが待ってるぞ。ミアはちゃんと生きてる。生きてるんだ。ミア、許してくれ。愛してる。ローサ頼む。おい、立て。おい。自分で伝えろ。ほら、あともう少しだ。守ってやってくれ。強くなれるよ。畜生。来た、クロスマリー。ちょっといいさん、出るよ。苦しい。
離陸だ、急げ。待って、リーさんはどこ。急げ、すぐに離脱しろ。ダメ、夫がまだよ、置いてはいけないわ。ミア、座ってベルトを。リーさんがどこにいるのか教えてちょうだい。私たちを見捨てるはずない。ねえ、どうなってるのか教えて。どこに。今のは何。座ってろと言っただろう。いやよ、イーサンはクリス、あなた何をしたの。彼は死んだ、救えなかった。俺たちを逃がすために残ったんだ。すまない隊長、これを見てくれ。 BSAA がよこしたのは兵士じゃない、 BOW だ。奴ら何考えてる。隊長、指示を。チーム全員を集めろ。 BSAA 欧州本部へ向かう。付けを払わせてやる。辛いんだが。最初の絵本に戻ったってことだよね。うん。え、これ辛ない。そしてちょっとコメント読みますね、はい、マハロさんから100ビッツありがとうございます。マハロさん本当にありがとう。ありがとう、本当に。お母さんがいつも急に登場するクリス、いいところで登場して、そしていつもこっち側に。もうクリス毎回助けられてんのよ。もうなんかクリスのメンタルやばない。だいたいクリスの周りにいる人死ぬ。結構でもすごい落ち着いて強くなってたよね、クリス。そう ね、なんか強くならざるを得ないみたいな状況かもしれんけど。うん、マハラさんまた役目ありがとう。クリアクリアミスからありがとうございます。マジでありがとうございます。ありがとうございます。本当にいやもう本当にね、なんかね、イーサンの事実にも衝撃だったし、でイーサンでバイオセブンの頃やっぱね、イーサンってそんなに好きじゃない誰って感じだったもんね。そうお前急に出てきて誰やねんっていう感じ。6からの7だな。6がさ結構メインキャラそうであったからな。そうそうそう、本当にそうね、それこそロックに出てきたジェイクたちが主人公の話なんかなとかいろいろ思ってたんですけどね。でもエイトでめっちゃ好きになったね。えほんまに。いやだから好きになったからこそ辛い。なんか辛い。そのなんかしっかりさ顔見せてくれてなかったりさ、キャラクタービジュアルもしっかりちゃんと公開されてないのって、うん、そういうことやったんかなとかも考えちゃう、ね、そうよ ね、 ね、そうよね、そういう意図もあったかもね。うん、欲深い子だ。受けた恩も返さずに魔女がそう言うと少女は鏡に閉じ込められてしまいました。そこへやっと少女の両親が助けにやってきます。父親は魔女に立ち向かい、母親は愛の力で鏡の呪いを解きました。父親は戦い叫びます。娘を頼む。母親は少女を連れ燃える森から逃げ出しました。
焼け残った森は人々に父親の犠牲を思い起こさせ、今でもなおその荒れ果てた土地をじっと見つめた子供はベリーを摘みに行き迷子になる悪夢を見ると言います。イーサンの絵本やん。マヨ、イーサンの絵本やん。あれ持ってくるよ。そういうことやね。映画か、映画かな。映画やんほんまにマジで78でイーサンの映画やん。これイーサンの映画が、いやでも本当にちゃんとつながってたからなあ。だからエイトにするときにもうイーサン死ぬんで考えてたんちゃう。辛いんだが、だって初めてじゃないですか。いや、いろんな人は死んでるけど、主人公が死ぬのは初めてだよね、バイオ史上ね。そうよね、めっちゃ辛い。いやもう本当にイーサンはだからやっぱりただの一般人だったんだよね。そうやな、もう広志最強版みたいな感じってことだよね映画でいろいろ活躍するからね。どうも子供家族を守るために。そうよ、そういうことよ。マジでそういうことよ。父親強しじゃないマジで。いやほんと結果さ、ミアはじゃあ死んでなかったんや。ミア本物やったもんな、あれな、監禁されてただけってこと、ね、だけでいろいろ実験されてただけってことやな。ウーマリーちゃんも本物の人間なの。エンディングがナイトメアみたいやって、マハロさん。ナイトメア、確かに世界観でもそうやな。あの絵本がそうやったな。いや衝撃の事実やね。なんかさ、その最後絵本に戻ってさ、絵本の結末があんなんやったんやっていうのとかもさ、うん、知らんかった。ほんまに映画みたいだな。いやマジで終わらせ方も上手いよな、うん、映画やよな、終わらせ方も、うんうん。いやそうやよ。どういうこと BSA 戦ってたじゃねえか、ファイブで。そう、ファイブ。なんで BOW 使ってんじゃん。そう、ファイブ、シックスとクリスは BSA に所属してるんですよね。ね。だけど今は BSA から離れてて、うん、で離れてる間にその BOW ゾンビをね、うん、使ってるって悪いことしてるやん。どうしたん。クリスがいない間に何があったん BSA。 なんかあって離脱したんかな、かなっていうぐらいさ、なんか全くあいつらめみたいな感じだったよ ね、うん、そうだね。今から乗り込むみたいな感じだったよね。うん、やなほんまに。ほんまちょっと待って、ヒロシ最強版。そうヒロシ最強版よそうよ。なんか女の子が血入ってんやけど、あれ何、あの右の絵何やこれ。ずっと見てなかったけど何やろう。子供がん、ちょっと自分たちで見えないよあれ誰ワイプ邪魔。うん、なんだなんだこの絵は。絵本の続き、え村人たちじゃん。えスペイン風か。スペイン風か、あれか。エヴァが死んだシーンか、今かな。エヴァはスペイン風で死んだって言ってたもんな。うん、村人、あ、ミランダさんじゃん。そうじゃん、あ、見てるな。うん、ミアがミランダガーに似てたって。マハロさんも、ミア美人さんやったもんな。ミアもな、もともとの多分フェイスモデルさんはおるやろうけど。うん、あ、ほら、あれ、何やっけ、あの、フェストマスク。そう。やっぱ、スペイン風じゃん。スペイン風もあるかな。うん。さ、フェストマスクってマジ怖いよな。怖い、怖い。あれが実際にあってたのかな。なあ。あ、息絶えてるやん、ほら。なんか、注射打たれて。生き返ったよ。注射の、なんか、ガーゼみたいなのあんもん。やばい、やばい。見えへんのよ。そうなんよ、自分たちで見えないのよ。みんな撃たれてんねん。でもほら、え、これ村人たちの話なんじゃ。あ、そういう話じゃ。そういうことじゃない。だからあれか、金という名の注射で、うんうん、ほらカドゥーやもん。もうめっちゃ怖いよ村人たちは。なんかやっぱ風というかなんかな、あの具合悪くなった人集めて予防接種みたいな感じで。いや、なんかさ、
怖ない、今のさこのコロナとさちょっとなんかかぶってしまってさめっちゃ怖いよな、怖いよな、だって知らん陰謀、陰謀説で行くとやばいな、いつの間にかさこの人たち撃たれた人たちはライカンになっちゃうってことやろ、うん、怖ない、ヤギの置物なんやったのってマハロさんが、あれはなんかただの、うん、あのバイオシリーズでいろいろ出てきてる首振り人形的なやつだね、そう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 、あれをなんか何体か倒すと多分その2周目ルートでなんかアイテムがもらえるとかそういうやつやったと思う、うんうんうん、バイオシリーズ7の時もねそんな感じやったから、ほらほらライカーになるのよみんな、村人たちの絵本やんこれ、やばなんか怖い、横手怖いね、いや怖いんやけど、これがなのが余計になんかコロナでかぶれやんか、すぐ影響されるからね怖いやんか、いや無事に終わりましたよカットさん、あれカットさんはいらっしゃいませ、カットさんいらっしゃいませ、ありがとうございます、ようこそ、終わっちゃいました、無事エンディングが終わりましたね、ね、これ最後アルパパンじゃない、村人の絵本面白かったな、男の子は月に触れると思う？そんなの無理だよ、だって遠すぎるもん、もし宇宙船があったら、あなら触れるかもね、でもきっとすごく冷たいよ、姉さんね、お父さんの人たちとは違うんじゃないかしら、わかんないよ、ローズマリーちゃんや、ローズマリーちゃんや、兄さんの服やん、父さん誕生日おめでとう、先週は来られなくてごめん、テストとかいろいろあって、わかるよね、タイミング最悪、仕事みたい、愛してるよ、ああ見つけた、例の場所だ、こんな日に限って君の出番だ、頼むぞエブリン、二度とその名前で呼ばないで、おいおい、ただの冗談だろう、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ。問題ない。まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる、ね、もうつらい、終わったってことだよ完全に、うん、やば、コメント読みますごめんね、こっからかな、旬の予防接種恐怖症なるよな、なるよ、ちょっと怖かったよね、ちょっとなんかシンクロしてる部分あったからな、うん、ハーレム配信間に合ったかな、おー、で、ヒロタソさんが、スペースは残念ながら毎回空いてませんそして、そうそう、ローズ
やったね、マハロさん。完全に。いや、カットさん、A さん生き返らなかったんだ。なんでわらわらなんだよ、カットさん。すげえ悲しいじゃん。悲しいよ。笑っちゃダメ。辛いよ、今めちゃめちゃ辛いよ。マハロさん、ありがとう、バチバチ。ありがとう。めっちゃ美人さんやったな。ねえ、美人やったな、アシュ。凛々しい感じやったね。なんかさ、あんだけお父さんの顔見せへんかったのにお父さんに似てきたなってセリフやばない？だってば、ってことは、うん、E さんめっちゃイケメンやで、あの美人さんが生まれてるから、うんね、お父さんに似てるってやばない？やばい。髪色一緒やん。だって一緒一緒。え、てか気になったんがさ、うん、あ、若さんお疲れ様、100メッツありがとう、ありがとうございます、本当に100メッツ、Thank you。え、気になったんがいろいろとあったんやけど、うん、そのクリスも知らない力でっていう点のも気になりますよね。あ、何か他にあるんじゃない、能力がいろいろと継承してるんやろうな、なんかな。絶対あるし、あの、うん、グラさんのおっさんはどこの所属の人ですかっていう話やし。確かにね、いつでも撃てるぞって無線で言ってたのあれクリスの声よな、うん、え、だからクリスがいつでも撃てるぞって保護してんじゃん、クリスのところが。あのままミアとローズマリーちゃんを、え、何年経ってんのって話じゃない？怖ない？おい、もうさ、結構高校生ぐらいやったもんな。そう、クリ16、7ぐらいやったとするやんか、うんうんうん、クリス48やろ、48たす16ってさ還暦やん。もう全然超えてますよ。引退しててもおかしくないやん、うん、ただ思ったのがエブリンすごい老化激しかったじゃないですか。あ、確かに。めちゃめちゃ早く年齢重ねたやんエブリンって、うん、でなんかエブリンって名前言って怒られたやんローズに、うんうんうん、ってことはその能力も継承してんのかなって思ったら、なるほどね、16年経ってないんじゃないかって思っちゃったのよ、うん、2、3年ぐらいであんなになってる可能性もなきにしもあらずよね、エブリンの力持ってたらな。あと最後気に入らなかった。ん？最後なんか車のシーン気になった？なんかよくおらんかった。あ、誰かおったな。確かに立ってなんかおるんかなみたいな感じだったよな。うん、いや、めっちゃいろいろ気になる。なんかおったよな。おったよな。うん、いや、これ次あれじゃないですか、ローズの主人公の話じゃないですか、うん、なんかそんな気がする。なんか今まで全くその E さんが全然そのビジュアル的に出てこないで、うん、主人公じゃないけどなんか動かしてきてたのがローズちゃんへの伏線やったってこと、うん、そういうことじゃない、メインキャラとしてのみたいな。そうそうそう、になりそうじゃない、なあ。いや、だからジェイクとかもさ、ほら、いろいろ、うん、絶対出てくるだろうし、ね、2世系で来るの、2世ストーリーで来るんちゃう、ジェイク VS ローズみたいなさ、ありえそうじゃない、まあ、娘は父親に似る傾向が強いですからね、めちゃくちゃ普通、そうね、そうだね、お父さんになるよね。そうね、うん、保護プログラム発動中なんですかね。気になる、うん、かなりお金かけていい出来だったねってマハロさんが。これね、ぜひみんなにもやってほしい。うん、まやな、うん、またやるとやるやるでね、思い入れが違ってくるよ ね確かにね、セブンからやってほしいね。そうやね、確かに。なんか見てるだけやとさ忘れるんやよね、うん、そう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 、やるとやっぱりね、うん、なんか記憶がまた、まあまあね、ソウさんはすぐ忘れますけど、忘れますけど、いつも忘れてますけど。いや、すごい素晴らしかった。すごい、お父さんの話は完了ってことですね。ストーリーは終わっちゃいました。なんか本当に対バーサスゾンビバーサスウイルスみたいな感じやったけどな、こんななんか家族エピソードみたいな初めてやるな。マジで家族エピソードやったよ今回は、うん、セブン、エイトとね、素晴らしい。いやー、楽しかった、楽しかったということで、バイオハザードビレッジ、はい、クリアークリアー、すごい、もう1時間予定やったのに1時間半もかかってる。ほんまやあの、じっくりやったからな。そうね、そうね、うん、ということでですね、本日クリアしましたので、はい、クリアビッツまでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。あの、マハロさん、若さん。若さん。
ありがとうございます。マハロさん、ありがとうございます。ね、あ、ネットフリーも見てください、マハロさん。いや、見てほしい。マジで、個人的にはボリュームが少ないと思う。そうだね、それはあるね。ボリュームは少ない。シーズン2とか3とか作ってくれるのみたいな感じ。やってほしい、マジでやってほしい。本当に、はい、ということで、今回クリアになったので、マハロさん、ウソありがとう、またクリアビッツありがとうございます。追加でありがとうございます。今日本当に嬉しいです、本当に。ちょっとじゃあその流れでちょっとお知らせなんですけど、はい、今日あのビッツもあのね、うん、クリア最終回ということで、あのたくさんね応援してくださってありがとうございました。ちょっとその下半期のスタートちょっとまして、もうね2回ぐらいやっちゃったんですけど、ちょっとまああのいろいろと事務所の方でも話し合った結果、ちょっと今後応援してくださっている方に何かもっとこう何かできないのかなっていうような感じの話から、うん、ちょっとまあ試験的にはなるんですけど、期間に関しては、来月からか、来月からですね、8、9、10、3ヶ月間で、合計5000ビッツ以上投げてくださった方にはアルエミからオリジナルグッズプラスまあお手紙だったりとか、うん、まあ、写真オフショット何枚かとかも合わせて、うん、何プレゼント何バッグって言ったらいいの、キャッシュバッグじゃないよね、なんて言ったらいいの、あの福袋的なね、そうですね、そうなんです、オリジナルグッズをね、そうそうそうっていうのをちょっとですね、はい、あのお届けできたらなと思ってますので、配信終わった後に、その日その日のカウントは、うん、あの常々こう加算してやっていこうと思ってますので、うんうん、ぜひ、無理のない範囲内で、はい、目指していただけたらとっても嬉しいです、はい、ぜひぜひ、はい、今日からでカウントしたら、あ、確かにね、いいかもね、もしかしたら、うん、ちょっとそれはもう私の方で、うん、私たちの方からちょっと言っときます、うん、今日から、はい、あと次回が7月29なので、うん、あ、そうですね、はい、なので、はい、今日と次回の分も加算して、うん、ね、でまあ8、9、10みたいな感じで、うん、やっていきたいと思いますので、うん、あの頭の片隅に入れていただけたらと思います、はい、います、はい、で次からは、まあ、引き続きやってるバイオ6 と、そうだね、6と絶対絶命都市、そうですね、でちょっとやっていこうと思いますので、はい、あー、暑くなったね、なんかいろいろとあったから余計に暑い、うんうん、優しいってマハロさん言ってくれたけど、優しいのはマハロさん、マハロさんが優しい、ありがとう、ありがとうございます、はい、そう、こちらね、あのアーカイブにも残りますので、もう気になる展開になったと思うので、うん、そうそう、なんでこうなったんかっていうのはぜひアーカイブもね、うん、はい、もしかしたらもう全然もうたっあれ発売されてからめっちゃ経ってるから、そうだ、ね、他のやつで結末知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、プレイ済みの方もいらっしゃるかもしれないですね、まあまあ、そうですね、なんですけど、まあ序盤は今回のその配信の序盤は最後の絶叫があったと思う、うん、そうね、アルちゃんのところでね最後の絶叫あったんでぜひぜひアーカイブ ね、YouTube にも残りますので、はい、ぜひぜひアーカイブ見ていただいて、で YouTube のチャンネル登録といいねボタンの方もぜひお願いします。ということで、はい、ちょうどいい時間にもなりましたね、はい、で次回は7月29日、29日は木曜日ですに、はい、お会いしましょう、今回は夜の部だけやったんですけど、はい、昼夜で夜といつもの感じでやりますので、はい、ぜひぜひまたご視聴よろしくお願いします、お願いします。ということで、はい、クリアおめでとう、ありがとうございました、おめでとう、大半がエミちゃんの力でした、いやいやいや、私だって本当に最終戦しかしてへんで、いや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 、今回はいや、とんでもない、とんでもない、本当に私一人やったら絶対やってないし、怖いからクリアできてへんから本当にもうみんなのおかげでした、みんなのおかげです、本当にありがとうございました。またちょっとね、来月以降とかは新しいゲームとかも追加してやっていけたらなと思いますので、はい、ひろとさんもありがとう、クリアおめでとう、ありがとう、ありがとう、とりあえず次回29日にお会いしましょう、はい、あれでした、エビでした、あれエビでした、ありがとう、ありがとう。